いろんな主義が使えれば本当に女性は強いんですよね。こんにちは、ご視聴ありがとうございます。リラックやの花澤です。早いもので、もう今月も終わりになりますね。で、3月の15日、来月15日にはリラックや DVD がいよいよ発売いたします。え、このですね DVD は。 えー、健康コースモデルでおなじみの奇跡動画制作所の洋平さんが撮ってくださいました。で、先日ですね、2月25日はセラピストフェス2017、ライティングハウス東京さんで行ったんですけれども、無事に盛況に終わることができました。あの、事前申し込みっていう形で、えー、リアクや DVD の先行予約も行ったんですけれども、 なんと15名もの方が申し込みを下してくださいました本当にありがとうございますの DVD の販売ページはもうすぐ公開になりますもうしばらくお待ちください、えー、セラピストフェスで私キャビンアテンダント風の格好をさせていただいたんですけれどもそれに備えてまあ、末へ行くとこちらのジェルネイルを人生初のジェルネイルを ちょっと興味はあったんですけれども、あの、サラピストって爪伸ばしちゃいけないとか、ちょっとあんまり派手な爪ってダメじゃないかっていうのがあったので、やれないんだろうというあの思い込みがあって、やらなかったんですけれども、今回初めてやってみまして、すごくいいことが分かったんですよ。どういいかっていうと、 この爪がですね私もともと爪ちょっと薄い方だったんでこれ分かりますかね厚みがある出るんですねこう透明のなんかのジェル剤をコーティングして固めてあるんですけれどもこれであのさらにやすりをかけたりとかするのですごく表面がぷっくらして滑らかになってるんですねなので当たりがすごい柔らかくなるんですよ あの薄いそのままの爪切りで切っただけの爪とかだと結構痛いんですよでだからこうガリガリリいいても全然跡がつかないんですよこう私い,いつまでの爪だとこうやってやったらもうあ,かあからさまにこう線がミミズバレみたいに残っちゃうんですけど全然ならなくってまあ言い換えればちょっと物足りないぐらいな <laughs> ちょっと丸いんで痛くないんですね。で あの、ということは、セラピストとしてすごくいいじゃないですか。人の肌を傷つけてしまうことがないんですよ。であと、こう、ツボにぐーっと入れ込んでいった時でも、あの、爪のあたりがきつくないんですよ。なので、爪跡も残らないですし、すごく、あの、入り具合がちょうどいいっていうか、痛くなくて、跡も残らなくて、 すごくセラピスト向けの手になったっていうこれがちょっと感動したことでであの短くても全然できますやってもらえるんですよショートネイルっていう形でであのだん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 伸びてくるんですけどあのこれ私なのでグラデーションネイルにしてもらったんですねえっと短い爪でちょっとこう一色塗りをベタっと根元からやっちゃうと伸びてきた時に すごい境界線がはっきりしちゃってなんかこう短く上がなくなっていた時にすごい変な感じになっちゃうんですけど、まあ、下が透明になってると境界線が目立たないので3 4週間大丈夫だそうなんですよ伸びてきたらちょっとやすりかけて短くしていけば OK っていう話だったのでで、まあ、ちょっとこれ、えっと、近所のお店でやっていただいたんですけど えっと、キャンペーンみたいなこともあって、なんか2500円ぐらいの結構安くやってもらえて、なんかすごく、なんで今までやんなかったんだろうぐらいな、すごいこれ、あの、そもそもこう爪がキラキラしてると、やっぱこうテンション上がるんですよね。あ、なんか爪綺麗だなっていう満足があって、結構こう触り心地もツルツルして気持ちいいし、 なんか見た目にもキラキラしてるのですごい気分がいいんですよなのでやってみたいけどどうなんだろうって悩んでる方諦めてる方はぜひ挑戦してていいたただきたいなと思っておりますでこの色も全然選べるので結構このラメは、まあ、はっきりしたピンクですけどもっと薄い色も 全然用意しててくれてるので,でもっと目立たないようにもできますし大丈夫なんだったらもっとちょっと派手めにしちゃっても可愛いと思います。是非ねあの女子力アップにもあのセラピストとしてのこう人を傷つけない手ていい感じでツボを押ししてもまあ自分自身にも安全っていうか傷つけちゃうとか。 ガリってなって痛い思いするっていうことがないのですごくおす,すめですジルルネイル皆ささんもぜひやってみてみくださいちなみに私これあのやっていただいたネイリストさんにすごい手がしっとりしてるって褒められたんですよ。で私あんまりケアする方じゃないんですけどなんでか考えたらおそらく今しやせるまでよくマッサージしてるのでこれが効いてるんだと思います。 シアセルマもおすすすめですぜひ、えー、まあシアバターあのいいオイルでトリートメントするようにすると自分の手も自然とケアすることができるので荒れるオイルではなく可能な方は自分の手肌に合ったオイルで、えー、トリートメントしながら自分の手肌もいたわるということをやると一石二鳥でいいと思います。はい ご視聴ありがとうございました。DVD の、えー、告知というか、えー、ちょっとダイジェスト版などが英語入ってますのでご検討ください。ありがとうございました。2017年3月15日リラックヤ花沢の DVD が発売になります。<laughs> ぜひ皆さん買ってください。モモハさんも参加されています。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。